今僕が頑張ってちょっとムーブメントを作ろうとしてるんですけどそのアトモスミックスっていうこのイマーシブオーディオってすごい難しい言葉なんですけどあのその中でまあアトモスって呼ばれてるあのまあ何が違うかっていうと今まで音楽ってすごい 2D だったわけですよ。もう L ちゃんと R ちゃんがあってその中にものがあって。 っていう感じだったんですけどアトモスっていうのは横にも後ろにも上にももうすべて周りで音楽を浴びれるっていうあの、まあ、フォーマットとして最高なんですよねすごい楽しめるしあのなんか音楽の聴き方が変わる気がしててだからあの。 それが今海外ではだんだん流行ってて日本ではなかなかもう本当に今スターティングしたばっかなんですけどあの英語映画ではずっとみんな知ってるあのことなんですけどそのヘリコプターがぐるぐる回してる時に上で音がぐるぐる回るとかなんかファイティングシーンで。 銃を撃っっったた時にももそのブレッドがもうボーンってもう後ろに行ったりだからそれは映画の中ではすごいよくある話だったんですけどその音楽業界でそれをやれば作曲の人とかアーティストさんが 3D の世界で曲を作れるようになるんですよね。なのであのクリエイティビティがもう無限大っつうか。 あの今まではこのスペースの中に収まらないといけないものをもうぶち壊してどういう音楽作ろうかなっていうあのこのアトモスの魅力っていうかでそれがあのまあ今正直言ってそれをやるのはめちゃくちゃ高いんですよ。めちゃくちゃ高いんですけどだから誰もできないんですよ。メジャーーのアーティストですら めちゃくちゃゃく売れてるアーティストですらなかななかでできないんですよ、うん、その逆を僕は取ってもうインディーズだけやるっていう、うん、あのまあだけとは言わないんですけどでも今もうインディーズものでインディーズのアーティストそれがアニソンだったりジャズだったりまあもしかして今後ヒップホップだったりっていうところでちょっとムーブメントを作れば。 やっぱインディーズのファンの方がやっぱ熱量があるんですよねメジャーのアーティストのファンよりかはまあこれを言っちゃうとちょっと怒られるかもしれないですけどでもそのアーティストの良さを広めたい広めたいっていう気持ちが強いんですよねインディーズの方がだからあのメジャーのアーティストは結局もうみんなそのアーティストの大ファンになってて仲良くなるじゃないですかだからそのインディーズはもう自分 が見つけた人をとりあえず友達に教えたいみたいなあのその熱情があるから僕はやっぱインディーズにフォーカスしててでこの空間オーディオってまあ日本語で言われてるんですけどこの空間オーディオはすごいリアルな音なんですよねあの生々しいっていうかだから今までで感じれなかった 曲の中の細かいニュアンスだったりあのまあ本当に曲の中に入ってる経験、エエクススペリエンスなんですよ、ね、そう,もう曲の中にいて周りに何あるのかなみたいな歌がここにあるなみたいな,なんかこの楽器はここにあるなすげえもうドラムの中に自分はいるんだみたいなそういうなんかもう楽しみ方も含めて。 あのよりリアルなエクスペリエンスをリスナーに届ける新しいフォーマットだと思うんですよね。うん、ちなみにそのえとどういうい人がやってたりしますか今ほぼいなくてあのこの間キャンディータウンっていうアーティストさんは3枚アルバム出してたのは見たんですけど。 それ以外はヒップホップの人ほぼいないんじゃないかな、うん、アメリカだとどういう人アメリカ結構もうみんなやってますアメリカでもすごい普通になっちゃっててそれがあので結構そのアトモス対応のイヤホンとかヘッドホンとかあるんですけどそれで聞くと聴き比べができるんですよね ステレオのミックスも聴いてワンボタンを押すとアトモスミックスを聴くみたいなだそれをなんか楽しんでるる人もいると思うんですよでだから、まあ、結構海外はもう本当ヒップホップだけじゃなくてもうアメリカの音楽はもうほぼだんだんそっちにシフトはしてます、うん、最近で言うと SZA っていうアーティストセザー。スーザー うん、そう「セザのアーティスト」はもうあの僕の大好きなマニーマルキンが、まあ、数曲ミックスしてるんだけどがなんかすごい面白いアルバムになっててでそれはやっぱ「アトモス」じゃないと感じれなかった良さも含まれてるんですよね。